Okay, so I did some off-screen grinding, of course, in the Colosseum. And now my character should be caught up. Okay, let's go save our sisters. Again. そんなことないわ。プラネテューヌってことは、多分ネプコの夢が具現化している場所なんじゃないかしら。ネプチューヌはどんな夢を見てるのかな。確か本人が望む幸せな夢だったわよね。他の女神様なら予想はつくけど、ネプコの幸せって何なのかしら。女神化できるので体のコンプレックスは違うですよね。そうね。それに前に今の姿の方が気が楽って言ってたし、妹もネプギアがいるしね。甘えることもできますし、甘えさせることもできるです。友達も多いし趣味も多い。ネプギア心当たりないの？なんだろう、確かに言われてみればお姉ちゃんの幸せって何なんだろう。逆に気になるわね。せっかくだし調べていきましょう。ほら、ネプちゃん、揚げたてのコロッケ持ってきな。わーい、おばちゃん、ありがとう。ほら、うちの新作のプリンも持ってきな。後で感想を聞かせろよな。お兄ちゃんもありがとう。ネプチューヌ様、見て見て、テストで100点取ったの。100点？すごいね。ネプ姉ちゃん、俺の話も聞いてくれよ。やっと野球部でレギュラー取れたんだ。大会見に来てくれよな。いつも遅くまで河原で練習してたもんね。大会も見に行くから頑張るんだよ。ネプネプ、たくさんの人に囲まれて幸せそうです。みんな笑顔だね。ありえないわ。ネプコのくせにみんなの幸せが自分の幸せだっていうの？仕事サボって昼寝やゲームしてたり、プリンやお菓子を食べるとか、そんなダメ神らしいツッコミどころ満載の幸せだと思ってたのに、なんでギャグ要員のネプコの幸せがこんなにほっこりしてる内容なのよ。でもこれじゃあいつものネプネプと同じですよ。この光景、私見たことあります。本当？はい、遊びに出かけたお姉ちゃんをよく迎えに行くんですけど、いつもこんな風に笑顔のみんなに囲まれてるんです。もしかして、もしかして、多分なんですけど、お姉ちゃんの幸せっていつもと変わらない平和な日常なのかもしれません。たとえこれがまがいものの平和な日常でも、ネプッチらしくていい夢じゃないか。俺も記憶を失う前はこうだったのかな。I was thinking Neptune just enjoys being the main protagonist. It's not often that you see people gathering around Neptune this way. Apparently it's normal. I haven't seen moments like these since Rebirth 1. Overall, it was really good. I really liked her dream.ここはラステーションですよね。ってことはお姉ちゃんの夢が具現化してるからかしら。だと思います。
ちゃん、急いでるって言ったのに。別にここに来たのはたまたまよ、たまたま。そうだよね、狙って見に来れるような場所じゃないもんね。じゃあ早くお姉ちゃんたちを助けに。ちょっと待って、せっかく来たんだし、ちょっとだけでいいから見に行っちゃダメかな。ユニちゃん、やっぱり。だって気になるものはしょうがないでしょ。お願い、ちょっとだけでいいから。ネプキアちゃん、私からもお願いです。少しでいいので見せてもらえませんか。経営者さんまで。もうちょっとだけですよ。けど肝心のノワールさんはどこに。いっけなーい、遅刻遅刻。遅くまで台本チェックしてたせいで寝坊しちゃったじゃない。早くアニメの収録スタジオに行かなくちゃ。で、確か今日の午後は今度出すシングルのレコーディングがあって、それが終わり次第駆けつけてゲームのアフレコだったわよね。あ、超人気アイドル声優のノワールちゃんだ。昨日の夜やってたノワールちゃん主役のアニメ、とっても良かったよ。見てくれてありがとう。次の話はもっと面白いからよろしくね。うん、絶対見るよ。お仕事頑張ってね。ありがとう。あ、この音はメール？午後から一緒に買い物行かないか。うん、ごめんなさい、仕事だからまた後でか。そうし、今度は電話。はい、もしもし。え、今夜の予定は空いてるかって、もしかしてデートの誘いなのかしら。嬉しいけどごめんなさい、今夜は先約があるの。けど気が向いたら後で食事ぐらいはしてあげてもいいわよ。それじゃあね。ふう、お友達からの遊びの誘いは嬉しいんだけど、今は声優として一番大切な時期だし、我慢我慢った。そうだ、確か夜の現場の近くにケーキ屋さんがあったはずだから、ユニに買って帰ってあげようかしら。たまに早く帰れる日くらい姉妹二人でゆっくり過ごしたいしね。けど今の私すごく輝いてるかも。ユニももう一人前に育ってきたし、国のことはユニに任せて、私は声優業に専念しようかしら。ポカーン、ポカーン。何あのお姉ちゃん。アイドル声優としての活躍、アンドリア中ユニさんとの姉妹関係も良好。まさにノワールさんの理想がてんこ盛りですね。けど、なんで？なんで私がいないの？確かに、お姉ちゃんの願望が全部叶ってるわ。けど、だから女神を辞めるって。そんなの、私のお姉ちゃんじゃない！ユニさん！女神を辞めるって本当なの？そうよ、だって女神としての私よりも声優としての私の方が輝いてるんだもの。けどそれができるのもユニが一人前になってくれたおかげ。そうよ、せっかくだし今夜引き継ぎ式をしない？きっとユニなら喜んで国民のみんなも受け入れてくれると思うわ。どうしたの？違う！こんなキモくて無責任で調子に乗ってるお姉ちゃんなんか、お姉ちゃんじゃない！ユニ？ちょっと待ちなさいよユニ！ふぅ、きっと緊張してるのね。お姉ちゃんとして後でメールで励ましてあげなきゃ。
られないわ。私の精神が持たないわ。ネプギア、早く先に進むわよ。そしていつも通りのお姉ちゃんを取り戻さなくちゃ。うん、よっぽどショックだったみたいだね。 Jeez, Noir, even your dreams, you still have a massive amount of work to do. Take a break, please. ここに行くんだね。やっぱ自由ってのは最高だな。もうあんな標本ゴリゴリだぜ。喜んでもらえて何よりだよ。で、捕まえた女神どもはどうだ？よく眠ってるよ。そして新たなダーク女神のいい素材になってくれている。素材ね。確かあいつらの力を元に作ってるんだよな。前のはただパープルハートを模して作っただけのデクノボーだったけど、今度の違う。オリジナルの女神を取り込むことで彼女たちの力を吸い取らせているんだ。そしてそれと入れ替えるようにネガティブエネルギーを注入することで身も心も妄想の渦に飲まれていく。うわ、お前意外とエグいことやってんだな。エグい？こんなのまだまだ序の口さ。本番は彼女たちが落ちてからだよ。 And damn, Yuni, Noir just wants to pursue her dream and be happy. Why can't you be supportive? She has you to take over for CPU for her. That was the plan, right? One day Noir retires from CPU and you take over, right? Damn, Yuni.おそらくベールの夢が具現化した場所だろう。そっか、目的地じゃないのか。エスーシャさんはベールさんの夢に興味あるはずありませんし、引き返して別のルートを探しましょう。興味あるね。はい。イーシャもベールの夢に興味あると言っている。のことですから、きっと妹ができる夢だと思いますよ。それか私たち女神候補生がベールさんの妹になるかだと思います。それでも構わない。わかりました。少しだけですよ。けどベールさんはどこにいるんでしょうか。向こうからベールの気配がする。ついてこい。気配はこの先にある部屋の中からだ。確かこの先ってベールさんの部屋ですよね。とりあえず入ってみましょう。あのベールさん。その声はネプギアちゃんですわね。ちょうどいいところにいらっしゃいましたわ。紹介したい人がいるので入ってきてくださいな。それでは失礼します。なんですかこれは。もうその漫画は私が読むために買ってきたんですのよ。だって面白そうだったんですもの。なら一緒に読む？いいんですの？もちろんですわ。ほらこちらに来なさい。その年でゲームクリエイターが青ざめるほどちょこっとリアルなゲーム業界ラブがキャッチコピーな。ゲーム業界一初恋の最新刊に目をつけるなんてさすがは私の妹ですわ。将来は有望ですわね。あのベールさん、そっちの二人のベールさんは一体。さ
紹介しますわ。次女のベールと三女のベールですわ。ほら、二人とも、ネプギアちゃんとエスーシャへのご挨拶は？はじめまして、ベールと申しますわ。ベールと申します。以後、お見知りおきを、ですわよ。ベールですわ。以後、お見知りおきを、ですわ。ネプギアです。こちらこそよろしくお願いします。エスーシャだ。ありがとう、ベールお姉ちゃん。お姉ちゃんのおかげで挨拶ができましたわ。姉として当然のことをしただけですわ。それでは漫画の続きを読みましょう。二人とも可愛いと思わなくて？とても可愛いと思います。カオスだ。そうですわ。せっかくですし、お二人も一緒にお茶をしていきませんこと？きっとこの二人も喜ぶはずですわ。たまにはネプギアちゃんも妹に甘えられてはどうです？小さい私も甘え上手で可愛いですわよ。私はいいかな。ベールさんには甘えられるよりも甘えたいですし。ここにいては頭がどうにかなりそうだ。ネプギア、出るぞ。驚いたな。まさか妹がいない願望をこういった形で叶えるとは。多分それの他にもう一つ。もう一つ、イーシャも聞きたがっている。聞こう。自分も誰かに甘えたい、可愛がってもらいたいっていう願望です。誰も自分を妹として見てくれなかったり甘やかしてくれないので、自分もそうされてみたいという願望があったんだと思います。だから二人の小さなベールさんもベールさん自身なんですよ。Yeah, that makes a lot of sense. 意外と深いな。Yeah. Well, it was really sweet at first, and then they were all bears. ここに行くんだね。 But yeah, just give bear a sister already. 出発です。いいだろ。ちょっとだけですよ。しかし肝心のブランちゃんはどこにいるんだ？呼んだかしら。お、噂をすればなんとやらじゃないか。私に何か用？ブロン！何その姿。お姉ちゃんのお胸大きい。小さいもの好きの住人が大半を占めるルウィーのシェアが爆下げしそうなくらいスタイルがすごく良くなってる。これはさすがの私も驚いたな。恐るべし夢の力。何をそんなに驚いているの？それとも何か変なものでもついてる？お姉ちゃんのお胸が揺れてる。まったく、ラムったら何を言っているのかしら。胸なんていつも揺れてるじゃない。だってこんなに大きいんだから。
姉ちゃん、その格好寒くないの？ベールさんよりお胸が見えてるよ。寒いどころか暑いくらいよ。そうね、もう少し露出の多い服に変えようかしら。その方が私の魅力ももっと伝わると思わない？これ以上は子供の教育上あまりよろしくないと思うがね。それは私に対するひがみかしら。シュッと細くてくびれた腰に突き出た丸いお尻、そしてベールも泣いて逃げ出すこの胸、まさに女性の理想形だと思わない？よく天は二物を与えずというけれど、三物も四物も授かった私ってなんて罪な女だと思わない？やっぱりブランさんの悩みって胸とか体型のことだったんだ。でも夢の中のブランちゃんとはいえイラッとするね。お姉さん思わず殴っちゃいそうだ。確かに今までのブランさんでは考えられないくらい調子に乗った感じですね。こんなお姉ちゃん大嫌い。どうしたの急に。お姉ちゃんお胸が大きくなって性格悪くなった。私胸が小さくても優しいお姉ちゃんが好き。私もちっちゃいお姉ちゃんが好き。きっとあの大きな胸が原因よ。この針で割っちゃおう、ラムちゃん。うん、風船みたいに割る。ちょっと待って、ロム、ラム。そんなもの危ないわ。早くしまいなさい。やだ！悪いお胸はツンツンしてやっつける。ダメだよ、二人とも。そんな危ないもの早く捨てて。やだったらやだ。もう話しなさいよバカ。ブランさん、今のうちに逃げてください。オンに切るわ、ネプギア。危なかった。もうダメだよ、そんな危ないものを人に向けちゃ。待って、絶対あの胸が原因でお姉ちゃんの性格が悪くなったんだもん。でもコンプレックスが解消されるだけで人の性格っていうのは変わるものなんだな。あら大変じゃない。もしかしたら捕まってる間にお姉ちゃんの胸が大きくなっちゃったらどうしよう。大きくなる前に助けなきゃ。こうしちゃいられないわ。急いで助けに行こう、ラムちゃん。あの二人ものすごい勘違いをしたまま行ってしまったね。後でちゃんと誤解を解いてあげないといけませんね。じゃないとブランさんが針で刺されそう。Okay, so that has to be the best one. Okay, the best one is Neptune. So far, the worst one is Bear, just because of how predictable it was. I mean, Blonde was pretty predictable too, but it was hilarious. Okay, bigger breast. I like the Noirs. The thing that ruined Noir for me was Uni. God damn it, Uni. I got to stay at Rom and Ram, the upset Blonde as her ego grew just as her breast did.Okay, yeah, quick save. いつの間にすりむいたのかな。そこですね。ダンジョン。ここの奥だよ。小さい私たちが囚われている場所は。やっとたどり着いたってわけか。ってことは、当然あの偽物もいるわけだな。とうとうダーク女神と戦うことになるのね。ローティーナ怖い。ビクビク。
の？大丈夫よ、ラムちゃん。私が一緒なんだから。そういや、ユニチたちはダーク女神と戦うのは初めてだったな。だが安心していいぜ。何せ俺がいるんだからな。シェアリングフィールドさえ展開できれば、ただ図体がでかいだけのテクノ棒だ。おじけづく必要なんかねえよ。ですね。娘さんがいればダーク女神なんて怖くありません。So this episode might be a little delayed, as I was summoned to jury duty earlier this week. So at this moment, I should be done with the game already. Yeah, I should have already attained the good ending and the true ending. Hopefully. All that's left is probably to do some editing and then I'll upload them. So I guess now would be a good moment to talk about the future of my channel, I guess? Because the only thing that's keeping my channel alive is the Neptunia games.Which I'm pretty much out of now until Cyber Dimension Neptunia comes out. Which is until, I believe, the beginning of next year. There's also Mega Dimension V2, the VR version. It's pretty much, by the looks of it so far, it looks like it's just this game, but with VR elements added into it. Which I'm not too interested in, but if I do somehow pick it up, I might record it.Oh yeah, speaking of Cyber Dimension, yeah, I'll be recording that. I'm thinking of live streaming that also, but no idea how that's going to turn out. I do have a Twitch account, I haven't revealed it yet. I don't really see a reason to. There's nothing much going on there either. I'm just playing games that I like so far, like Crash Bandicoot. But I guess if you're interested, I could reveal it. But I'm not going to have a link, okay? My username...is Chaos Heart 8. And 8 as in Roman numeral. Like Final Fantasy 8. That's why it's 8 in the first place, because Final Fantasy 8 is my favorite Final Fantasy. So yes, that's my username if you want to check it out. Don't know what time I'll be streaming, but yes, that will be that. And now, on to what's going on here. Well, this dungeon was quite something. It's...Again, another labyrinth. It feels kind of lazy, you know, it's just like the, not the design, or maybe it is the design, pretty much the looks of it. I mean, look at it. It's nothing but blue. You know, it just looks like a freaking hologram, but yes. Anyways, there's teleporters. You just have to find the right one to move on. And that's all I want to say.なんだこれ、ダーク女神が4体も。これがダーク女神。思ってたのより全然大きいけど、どうやって助ければいいのでしょう。そんなの簡単。見たところ、ダーク女神も動いてないみたいだし、ネプネプたちが入ってるあれを壊せばいいだけだよ。ま、ここは私に任せてよ。体感用の弾頭ならさすがに壊せるはずだしね。ダメですよ、そんなの使っちゃ中にいるノワールさんたちまで巻き込んじゃいます。私も何度か試してみたけど、壊すしか方法はないかも。けど並大抵の攻撃じゃ壊せないよ。
ここは不可侵の場だよ。まあどうせでっかいネプッチが手引きしたんだろうけどね。こうなるなら早いうちに始末しておくべきだったよ。随分と物騒な物言いじゃねえか、偽物さんよ。けどな、てめえのごたくなんざどうでもいいんだ。さっさとネプッチたちを返しやがれ。そして私たちを利用した理由も説明してもらうよ。けどどんな理由でも始末はさせてもらう。何、君たちはただの余興だよ。君たちが妄想の渦に落ちてくれた方が世界はより混沌となるからね。愉快犯だったってこと？そんなことのために私たちをもてあそんだの？そうだよ。けど君たちは揃いも揃って俺を失望させてくれたけどね。だからさ、そこにいる鬱陶しい俺ともども君たちも殺してあげるよ。そろそろ目障りに感じてきたしね。俺を殺すだ？てめえが俺の何を知ってるか知らねえが、今の俺にはシェアエネルギーがあるんだ。昔の俺だと思ったら大間違いだぜ、偽物さんよ。そうか、君はモンスターたちからシェアエネルギーを得られるように事象を改変したんだったね。なら俺よ、俺と一つになろう。元は一つだったんだ、また一つに戻ろうじゃないか。そうすれば俺が手に入れたシェアエネルギーも俺の持つネガティブエネルギーもどちらも俺のものだ。愚民どもの絶望も、そしてわずかな希望も、どちらも俺の力になるんだ。何を言ってんだこいつは。さあ早く俺の元に来るんだ。そして共に俺たちを裏切ったゲーム業界の愚民どもに復讐をしよう。だから何意味わかんねえこと言ってんだ。身に覚えのない復讐なんざするわけねえだろ。そうか、まだ記憶を全て取り戻せていないんだね。けど無理はないか。君の失われた記憶は俺が持っているんだから。それは本当なのか。言っただろ、俺たちは一つだったって。裏切られ苦しめられた記憶がないのなら俺が思い出させてあげるよ。うずめなんてダッセーよな。殺せ、うずめを殺せ、滅ぼされる前に殺してしまえ。嘘だよ、あんなの女神じゃない、悪魔よ。新しい女神だからって期待してたのに。大丈夫うずめ。しっかりするんだうずめ。君が持っていた記憶の何倍もの記憶を与えたんだ。脳や心がそれを受け入れ整理するのにも時間が必要だろう。せっかくだ、その間にここまでたどり着いた報酬として、偽りの歴史しか知らない哀れな君たちに教えてあげよう。愚民に裏切られ闇に葬られた守護女神の歴史を。守護女神とはゲーム業界の人々の望みや願望がシェアエネルギーとなり、それが元で生まれるいわば
女神とは人間の願いが作り出す神だ。だが、奴らは俺を裏切った。生み出しておきながら、自分たちには不都合で、恐ろしくて、忌々しい存在だとね。そして、奴らは俺の抹殺を企て、それも無理だとわかると、俺を封印し、あろうことか、奴らは俺のことを黒歴史とし、もともと俺という女神がいなかったものとして、新たな女神を求め始めた。だから、俺は復讐を誓った。自分勝手な民衆に、そしてゲーム業界に。するとどうだ、憎しみに引き寄せられるようにシェアエネルギーではなくネガティブな感情がエネルギーとして集まってきたではないか。だから俺はその力と妄想力を使って女神らしく奴らの願いを叶えてやったのさ。黒歴史らしくゲーム業界から俺に関する全ての記憶や記録が消えるよう歴史そのものを根幹から改変してやったのさ。そして俺という存在を忘れた愚民どもは新たな女神ウラヌスを生み出したのだ。じゃあ、あなたは？そう、俺こそがプラネテューヌの守護女神天皇星うずめだ。そういうことだよ。わかったかい？なら、ひざまずきたまえ。後輩風情が図が高いよ。何？体が重い。ううん、この引っ張られる感じは重力？そして君もだ、俺。絞りかすのくせに、オリジナルの俺に盾つこうなんて、肩腹痛い。そして種明かしだ。この世界、新次元とは、封印され眠っている俺の心の中にできた世界だ。いや、俺が見ている夢の中とでも言うべきか？なんせ、俺が滅ぼしてしまったゲーム業界の悪夢が、この新次元の元になったんだからね。だから、君たちが言うゼロ次元なんてものは存在しない。あそこは新次元の外れ、いわば入り口のような場所だからね。それゆえに、この世界の事象を操作することなど、たやすいことなんだよ。ありえないわ、そんなのデタラメよ。それすらも可能にするのが妄想力だ。だからこそ誰もが俺を恐れ抹殺しようとした。そして俺は長い間この世界で暮らしていくうちにひらめいたのさ。外から封印を破ることはできなくても、この世界が独立した次元と化しているのなら、この次元を破壊し超次元へ行こうとね。だけどそんな時だ、一つだけイレギュラーな事態が起きた。それが俺さ。何が原因かはわからない。突然精神、いや魂の一部が分離し、俺という存在が生まれた。そしてあろうことか、ダーク女神による次元破壊を防ごうとしているではないか。おかげでこの次元を破壊し超次元へと乗り込む作戦が失敗に終わった。だがそれ以上に新たな発見もあったんだ。俺がシェアエネルギーにより力を得ると、
俺自身もパワーアップするということにね。どするとどうだろう。次第に超次元の様子が鮮明に見えるようになり、短時間だが超次元に具現できるようになった。とはいえ実体はないに等しいからね。まるでホログラムのように物に触れることすらできなかったが、それでも十分だったよ。そして俺はその2つの次元を融合させ、封印を破らずとも超次元に具現させる方法を思いついた。だからより力を得るために、途中からは俺が力を得られるようにマジェコンヌを差し向けてお膳立てをしてあげたのさ。いわゆるゼロ次元を冒険する俺が強くなるよう接待プレイをしてあげてたのさ。発見と協力に感謝するよ、後輩諸君。そんな、ゼロ次元を救うためにしていたことがあなたへの協力だったなんて。全て仕組まれていたというのか。まるで家畜を育てているようだったよ。餌を与え、肥えさせ、喰らい、そしてそれは血肉となる。そうだ、感謝ならゴールドサードにも言わないとね。黄金の頂が超次元を示すマーカーになってくれたおかげで、この次元を超次元に誘導することができたんだからね。一時的に信仰心が下がる守護女神の転換期に、さらにあることないことネガティブな情報を流し、守護女神という存在そのものの必要性を下げる。すると守護女神ありきで成り立つゲーム業界は、その生存本能として新たな守護者を生み出すために黄金の頂を作る。そして黄金の頂の特異な反応は、多次元空間でも珍しいものとして異なる次元からでも観測されるのさ。私たちも秘密結社も全部あんたの手のひらの上だったというわけか。ゲスな。さあ、俺もこれで思い出しただろう。ならば共に復讐しよう。二つの次元が融合すればダーク女神も超次元に具現できる。ネガティブエネルギーを司る俺と、シェアエネルギーを司る俺、そしてクロワールの持つ別次元の女神の力、これら3つの力があれば俺たちは永遠にゲーム業界を支配できる。そして世界を、愚民どもを永遠に苦しめるんだ。争いの絶えない妄想の渦巻く世界に作り変えてな。断る！そんな話を聞いて誰がてめえになんか協力するかよ。俺が俺だとか、俺が俺だとか、そんなめんどくせえ話どうだっていい。俺はネプッチたちを助けに来たんだ。それ以上でもそれ以下でもねえ。てめえの言う通り、俺がネプッチの前の女神なら先輩らしく後輩の面倒を見ないといけないんでね。残念だよ。俺の力があれば、よりゲーム業界を妄想の渦に叩き込むことができたのに。なら俺なんて不要だ。消えてもらうよ。やろうってのか。多勢に無勢なんだぜ。多勢に無勢？それはどちらが多勢でどちらが無勢なのかな。
言っただろう、ここは俺の夢の中だってね。神羅万象を司るこの俺にとって、過去の記憶から傀儡を作り出すなんて造作もないことさ。どうだい、懐かしい顔ぶれだろ。彼女らには俺もだいぶ手は焼いたが、今となってはいい駒だ。だからといって引くことだけはできません。だけど驚くにはまだ早い。ちょうど彼女たちが妄想の渦に落ちたところだ。せっかくだから登場してもらおう。あんなところに長時間閉じ込めるなんてどうかしてるわ。ですがまるで生まれ変わったようですわ。なぜかしら、すがすがしい気持ちだわ。お姉ちゃん、よかった。その様子だと無事みたいだね。うわー、ネプギアだー、殺さなきゃー。何物騒なこと言ってるのよ、あなたは。いきなりすぎてネプギアが驚いてるじゃない。ごめんごめん、久しぶりのネプギアだったからつい浮かれて羽を外しすぎちゃったよ。殺すなんてもったいないもんね。いたぶっていたぶって苦しめなきゃね。何言ってるのお姉ちゃん。私はどうやってユニをいたぶろうかしら。死なない程度に手加減するって難しいのよね。お姉ちゃんまでどうしちゃったの。ロム、ラム、聞かせて、あなたたちの悲鳴を。甲高くて頭に響く耳障りな声を聞かせてちょうだい。お姉ちゃん、怖い。どうして、どうしてお姉ちゃんもそんなこと言うの。それはね、私たちがあなたたち妹のことが憎くて憎くてたまらないからよ。 I do too. あなた方はいいですわよね。可愛い妹をいたぶることができて。仕方ありませんわね。私は残り物で我慢して差し上げましょうか。 IF さんとコンパさん、そしてゴールドサード、さーてどなたからにしましょうか。憎いからに決まってるじゃない。妹のくせに姉の私よりできることと周りから褒められ、私には指図ばかりをする。理由は明確でしょ。苦しい、話して、お姉ちゃん。ああ、いいわいいわよ、ネプギア。あなたの苦しむその顔、でも愛しいわ。
That was quick. 大丈夫?ネペギア?いいところだったのに。こんなんじゃ助けるどころじゃないよ。一度逃げよう。待ってください。せっかくここまで来たんです。お姉ちゃんたちを助けなきゃ。気持ちはわかる。だがネプッチたちはもう。さっき私の苦しむ声にちょっとですけど反応がありました。だからまだ希望はあるはずです。希望か。ギアッチがそいつを見たってんなら俺はその賭けに付き合うぜ。危険だウズメ。それに君は今。そんなことは分かってる。自分なのに自分じゃない記憶が頭の中をぐるぐるして気持ち悪いんだけどよ。今はそんなことよりネプッチたちを助けることが重要なんだ。ならその賭け私も乗らせてもらうわ。私たちもせっかくお姉ちゃんを助けに来たんだもん。帰れるわけないわね、ラムちゃん。私だってそうよ。ネプコが言って聞かないなら殴って言い聞かせるだけだわ。アイちゃん、相変わらずネプネプには容赦ないですね。私もお手伝いします。あんなノワールさんは私の親友じゃありません。私だってブランちゃんのパートナーなんだ。道を外した時は殴って正してやるのが相棒だ。そうだね。仲間を正すのもヒーローの常。待っててネプネプ。今度は私がネプネプを救う番だから。珍しいな、お前が子供以外にタダで働くとは。私もネプネプにはたくさん借りがあるからね。それに女神様たちのあんな姿子供たちに見せられないよ。で、S社はどうなの？助けるに決まっている。へえ、興味ないお化けの S 社が珍しいね。 E 社もベールのあんな姿を見たくないと言っている。それに誰かを助けるのに理由がいるかい？なら満場一致で決まりだな。待ってるよネプッチ。俺たちがお前らの目を覚まさせてやる。敵手だ。これより警戒態勢に入る。That was a lot of cussing. かかってこい。 Yeah, I really want to keep that plane. Alright, let's do it. You know,Okay, you know, I thought I'd be fine to do R4s also. But sure. Okay. I'm already facing three, I mean, four CPUs here. Okay. So after all of that, I think I have two things to mention. One is the gold dirge, so let's start with that. The gold dirge, well, they still seem really pointless. Like, I know Uzume.But why are they calling her Kuromi? You know, like, okay, I still don't understand why she picked these four to cause. Like, she just want to cause chaos pretty much. But why these four? You could have really picked, like, somebody else to give these power to or something. And the second thing is, why not brainwash them, you know? Like, I really wish they felt more like Dylan in the actual story. Now, they got Epimochus.Tracks, whatever. That guy, you know? I mean, he wasn't brainwashed until the very end, of course. But I'm just saying, right? Like, you might have just brainwashed him earlier. But whatever. Like, it's just. Now that I look at the. His second arc
like a game where there's the, what was it called? It was like Go Dirt or Go Dirt or something. Whatever. Anyways, it was pointless. This sound was all pointless. I mean, at least the golden towers are being used. Very much a signal to pinpoint hyperdimension. Another one is Uzume. Okay, so wait. So Kurome wanted to combine with Uzume so that she could also gain the power of share. The ability to get shares from monsters. So she gets. So it was like, oh, I get shares from monsters and, negative energy. Or energy from the suffering of people. Which is actually really interesting to think about. So she's pretty much a CPU of monsters. Anyways, so she wants to combine with Uzume, but she just said the stronger Uzume gets, she also gets stronger, right? So then what's the point? What's the point of combining them? But sure, I mean maybe so that she doesn't get away later? Okay. They're all the same thing. Why is it showing up? By formation. Here we go. I was on the wrong side. I did really well. Wow, I didn't think being level 40 would be this OP. Oh, I mean, that's Eschewon right there. Okay, maybe not. Alright. Oh, damn. Oh, they're going for Eschewon. Ah, Eschewon is just a good take right now. But yeah, okay, so Keisha is not good too. But yeah, level 60 though. Level 60 Eschewon. Alright, let's do it. Ah, damn, Nora's not in it. It's fine. So, another thing about what Kurome said is that Uzume is a part of her that broke off and is most likely the part of her that still has faith in humanity and wants to stop her crazy self. So it's pretty much one of those moments in anime where the character hesitates because something the villain says, but you know it's utter nonsense meant to distract you from your true purpose. And she wants to corrupt her, but you know, it sounds like she's created to, right? For the purpose of stopping herself. キラーソフト行けとどめだうやらしたした I should have healed Keisha. I'm not really focusing right now. そこで次には知識フェアリヒステルン Now if I think about it, this is almost like a rematch between the CPUs and the Gold Dirt again. Except that we're still gonna win. The Gold Dirt still wins against the CPUs. Again. But yeah, like the CPU being evil. It's fantastic. It's weird how good villains they make. They should really do an evil crossover. A crossover with an evil version of the sun in different dimensions. Because there's probably one out there, right?
なかなかだ。やるな。いや、たた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 。まったく世話の焼ける相手だ。くらえ。やるな。おお、誰だ。こんなやつに。体を鍛え、心を磨く。地味なようでも忘れちゃならない。力がみなぎってくるようだ。レベルアップだ。どうしてだよ。どうして元に戻ってくれないんだよ。あんなに仲良く笑い合っていただろうが。こんなのどう考えてもおかしいんだよ。さっさと正気に戻りやがれ。 Yes, screaming. そうよ、おかしいわよ。なんで私はネプギアを憎んでいたの。 The power of screaming is effective. かけがえのない唯一の可愛い妹じゃない。憎んでもいなければ嫌ってもいないわ。むしろ愛しているわ。お姉ちゃん、届いたんだね、私たちの声が。 The power is screaming. ネプギア、ごめんなさい。私、なぜかあなたのことが憎く感じて、それで、あんな心にもないことを。うん、いいの。戻ってきてくれたなら、それでいいの。まさか、引き上げたというのか。妄想の渦に落ちた女神たちを。妄想の渦だかなんだか知らねえが、落ちたなら何度でも俺が引き上げてやるよ。先輩なら後輩の面倒は見ねえとな。うぬぼれるなよ。俺から分離した絞りカスの分際で。やめて、これ以上ネプギアを憎まさないで。憎みたくない、憎みたくないの。私が、私じゃなくなっちゃう。助けて、ネプギア、ウズメア。もう嫌。ダメ、ユニが好きなのかも嫌いなのかもわからない。やめろ、クソが。これ以上私の中に変なもんをぶち込むんじゃねえ。愛しいはずのものが憎しみで染まっていく。いや、嫌いたくない、憎しみたくない。感情が制御できない。助けて。私が私じゃなくなる前に誰か。どうやら無駄な抵抗だったようだね、俺。これで分かっただろう。俺は俺の絞りカスだと。甘ったれてんじゃねえぞ、後輩どもが。必死で妹や友達が呼びかけてんのに、チッタは自分の力で何とかしやがれ。てめえのこともてめえで救えずに何が守護女神だ。たく、世話の焼ける後輩どもだ。なら全員俺のシェアクリスタルに願え。そしてネプッチたちの救いを祈るんだ。何をする気だ。ネガティブエネルギーが心に憎しみを生むのなら、反するシェアエネルギーで打ち消せるはずだ。どっちの思いが強いか勝負と行こうぜ。何をしている、何をするつもりだ。わかんねえのか。ギアッチたちの祈りを、シェアを、俺の持つこのシェアクリスタルに込めてるんだよ。シェアクリスタルの再形成だと。そんなことできるはずが。俺の妄想なめんじゃねえぞ俺。
さあ戻ってこい後輩ども。俺が絶望や悪夢に負けないくらいのありったけの希望と夢をくれてやる。なんだその姿。嘘だろ、どんだけネガティブエネルギーをぶち込んだと思ってんだよ。そいつを消し飛ばすほどのシェアエネルギーで中和したってのかよ。中和？違うね、完全にかき消してやったんだよ。ま、姿が変わったのは予想外だったけどな。ありがとう、娘。あなたのおかげで妄想の渦を抜け出すことができたの。大したことはしてないさ。俺は手助けをしただけで、妄想を振り払ったのはネプッチたち自身だ。てめえ、よくも大切な人を憎ませようとしてくれたな。私たちをもてあそんだ借り、存分に返させていただきますわ。もちろん。お釣りはいらないわよ。調子に乗るなよ後輩風情。こっちには完全体となったダーク女神がいることを忘れてはいないか。なら受けて立とうじゃねえか。Alright, back to this, the Dark CPU moment. Alright, coupling, alright, get. See, the CPU's back in here. Aww. Well, the levels aren't too great, at least not in the war, that's fine. Where are you two? Alright, you might be useful. I think I'm gonna keep Uzume. I really wanna keep Uzume. Okay, maybe we'll keep you. Nah, they really just make the twins like one unit. But I still don't see why you need two. Alright, is everything alright? I think everything's alright. Man, it's been a long time since we used this.ネクストフォームで相手をして差し上げますわ。You know, I was hoping like this would be a little more common. This kind of a battle system. I totally forgot it's only SP attacks. But yeah, it would have been nice to have more battles such as this.Against just regular monsters, you know, but yeah, because it's, we also have to activate the CPU fielder, the strength fielder, whatever it's called. Yeah, I guess it would be kind of weird. Really, it's their own fault. No way you could beat me. この春日。
Man, you know how I'm surprised that we already got the CPUs back? Nah, we would have to do at least one more. Like, oh look, they ran away when we go back and catch them. I'm sure this is the last one. Okay, so I think it's going to be this battle, and then we face off against Uzume, probably. Alright, let's just put Noir over here. Alright, and we got the formation set. Log in. Uzume and Neptune. Oh no, I get Neptune too. We're getting Neptune. That's what that is. Alright, so I got Guardian Forces. Infinite Slash. Oh. Just keep throwing your blade beams. Wait, this is green. Oh, dark green. I don't think it's going to be one where you face all four. It'd be kind of interesting because, you know, again, the game is very challenging. That's surprising. He does less damage than the CP. You know, we saw Keisha. She took like a moderate amount of damage. I mean, she was 45. Who's getting hit right now? I think it's Noir, and she's the lowest level. She's only 42. And she's doing really well still. Okay. Hopefully I can end this epically, but I doubt it. I'm not getting that much. My AC try gauge is taking too long. Yeah, she's almost dead. Oh. That spear attack is quite dangerous, and if we could destroy it perhaps. What? You can destroy her spear! Oh, man. Anyways, let's see. Okay. You know what? I think I need to focus on doing... Oh, alright. Oh, she's almost dead. I was gonna say, maybe I should have used attacks that have more hits. Alright, well, dimensional slash. Let's finish this. I couldn't get the break either. That's too bad. Why did you tell me earlier? Well, how did it matter? Now, I was thinking what happens once I beat the game, but I think it's just. I forget that you can also play the story again. But that's what I mean, is like when you start over. I'm gonna lose all my characters. I think you get to keep the DLC characters. Yeah, so I don't want to lose my character. It's like, do you know how long it took to get big enough to the party? So, この後に及んでハッタリでも仕掛けようってのハッタリかならば自分の目で見てみるがいいこの次元の座標もねまさかそんなさっきよりも超次元に近づいているどうして急にこんなに君たちが全員こちらの次元に来てくれたおかげだ邪魔者がいないとここまではかどるとはね女神を落とすことができなかったのは残念だがこれでようやく制限なく超次元に行くことができる
それがこの次元を移動させていた目的か。ああ、そうさ。二つの異なる次元が同一座標に位置することで、次元同士は一つの新たな次元へと融合を果たす。そうすることで、精神体の俺でも超次元で実体を持つことができるのさ。もっとも俺の方は超次元側のシアエネルギーを大量に浴びたせいで、少しの間なら超次元側でも実体を得られるようだけど。行くよクロワール、頼む。あ、とうとう超次元に行くんだな。待ちわびたぜ。また会おう。次に会うときは封印から解放された真の姿を見せてあげるよ。 That's not even her final form? 逃げ切る気か。ああそうだ、せっかくだから君たちにプレゼントだ。私たち、君たちの夢から作ったんだが、少々作りすぎてしまってね。処分するのも面倒だし、煮るなり焼くなり好きにするがいい。それじゃまたな。クロちゃん待って！逃げられたな。すぐに追いたいところだけど、さすがにそう簡単に通してくれそうにないか。せめてクロちゃんさえ標本に挟まってれば、私がワープさせてあげられたのに。もうクロちゃんのバカ！なら、ここは私たちに任せて。ネプギアたちとゴールドサードは超次元に行きなさい。私たちが？そうね、こんな数だけ多い偽物の相手、私たちだけで十分だわ。それに偽物とはいえ、実の姉と同じ姿の敵を倒すのにも抵抗があるでしょ。ほら急げ、早くしないと完全に次元が融合しちまうぞ。それでは皆さん行きましょう。そうだギャッチ、一応こいつを持ってけ。シェアクリスタル？さっき作った余りだ。そいつがあれば俺がいなくてもシェアリングフィールドが展開できるはずだ。もしダーク女神との戦闘になったらそいつを使うんだ。わかりました。おっと、ここから先には行かせないわよ。あなたたちの相手は女神さんたちだけじゃないですよ。愛ちゃん、コンパ、どうしてあなたたちがここに？ネプギアたちと一緒に行ったんじゃ。油断して敵に捕まっちゃうようなうっかりさんたちだけを残していけるわけないでしょ。私たちにしか手伝えないこともあるはずです。ありがとう、二人とも。What? Okay, wait, what do I do now? Okay. There has to be a save some. Oh. Alright, I already saved before this. Which one do I pick right now? Alright, you know what? This might be a good place to end it. I'm guessing next episode will be the end. So, yeah, so I'm going to end it here. Find out more about which one I should pick. And then I'll be back next episode. But thank you for watching. I hope you enjoyed this.
I've been enjoying it, but again, it still feels kind of quick, but hey, I mean, because it's just that, like, there hasn't been that many scenes. You think about it, Big Nep just doesn't have much of a role in this. I mean, the only role she had was starting all of this. And just like IF and Compa, it's like, oh yeah, they were here. I totally forgot about them. They just had to have that final line right there, don't they? But yes, it's like the gold dirt right now. I mean, they could have stayed behind instead, but sure. Okay, yeah, that's enough of a rant for me. Oh yeah, thank you for watching.